メルボルンはアメリカ合衆国フロリダ州の東海岸ブレバード郡の都市である。2010年国勢調査では人口76,068人だった。郡内では面積でも人口でも2番目の大きさである。パームベイメルボルンタイタスビル大都市圏の主要都市である。1969年近くのオーガリーを併合することでメルボルンは大きくなった。 氏名は最初の郵便局長であり、オーストラリアのメルボルンで生涯の大半を過ごしたイギリス人、コーンスウェイト・ジョン・ヘクターの栄誉を称えて名付けられた。更新予行期にメルボルン地域にパレオインディアンがいたという証拠が1920年代に発見された。ハーバード大学の動物学者、CP シングルトンがメルボルンから1.5マイルのクレーンクリーク沿いにある自分の敷地で、 マンモスの骨を発見した。これをアマースト大学の古生物学者、フレデリック・ビー・ルーミスのところに持ち込んで骨格を掘り出すことになった。ルーミスは大きく荒い火打ち石の道具と共に2匹目の像を見つけた。それは像のあばら骨の間にあった。ルーミスは同じ地層でマンモス、マストドン、馬、ナマケバク、ペッカリー、ラクダ。 ケンシュトラの骨を見つけたが、これらは、すべて1万年前の更新余末に、フロリダからいなくなっていた。その近くの遺跡では、人間のあばら骨と炭が見つかり、他にマイロドン、メガロニクス、クラミテリウムの葉が出てきた。これらと共に見つかった成功に磨かれたやり先は、新しい地層から出てきた可能性がある。1925年、メルボルンのゴルフコースに関心が移った。 潰された人間の頭蓋と指、腕、足の骨が、馬の歯と共に見つかった。その骨を含んでいた地層の底からは、人間が加工したと思われる象牙の破片が出てきた。その他、マストドンの骨の近くで、槍クマ、ラクダ、マストドン、馬、バクの骨と共に、亀の甲のスクレーパーと歯が出てきた。メルボルンから30マイル南のベロビーチでも同様な、人類の遺骨、 高新世の動物、パレオインディアンの人工物が見つかっており、10マイル南西にあるヘレンブレーズ湖でも類似したパレオインディアンの人工物が見つかっている。ホテルカールトン、1907年頃南北戦争後にパイオニアの家族が到着し、メルボルンの町は元奴隷たちによって1867年に設立された。最初の開拓者はリチャード・ダブリュー・グッド。 その父のジョン・グッド、コーン・スウェイト・ジョン・ヘクター、ピーター・ライト船長、バラー,アーム、アレン、トマス・メイソンだった。メルボルンの街は元、クレーン・クリークと呼ばれており、最初の郵便局長であり、オーストラリアのメルボルンで、生涯の大半を過ごしてきた、イギリス人、コーン・スウェイト・ジョン・ヘクターの栄誉を称えて、メルボルンに改名された。ヘクターは、地域の多くの住民と共に、 メルボルン墓地に埋葬されている。最初の学校は1883年に建設され、現在はフロリダ工科大学が所有しており、そのキャンパスでは高級的な展示物となっている。1885年までに人口70人になっていた。グレーターアーレンチャペルのアフリカ人、メソジストエピスコパル教会が1885年に設立され、現在も活動を続けている。 1890年代後半、ブラウンリー・マクスウェル葬儀場がオープンし、現在も営業を続けている。黒人が所有した最古の企業は、タッカーのカットレート水道工事である。1934年に開設された。1900年代初期、家屋はフロリダ固有の枠組みで建設されることが多かった。1942年後半、海軍メルボルン航空基地が設立され、 第二次世界大戦のために新しく従軍した海軍と海兵隊のパイロットを訓練した。基地としての利用は1946年まで続けられ、その後は現在のメルボルン国際空港の大半を構成するものになっている。1969年オーガリー市とメルボルン市で合併のための住民投票が行われ、現在のメルボルン市が誕生した。メルボルン市は スペースコーストの週間高速道路95号線沿い、オーランド市の南東約60マイルに位置している。ジャクソンビルとマイアミのほぼ中間にあたる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は39.6平方マイルであり、このうち陸地33.9平方マイル、水域は5.7平方マイルで、水域率は14.42%である。 ブレバードドライブと名付けられた東西方向の道路が街の中心である。この通りを挟んで住所は北と南に分けられている。南北方向のバブコック通りが同様に東西の中心であり、住所は東と西に分けられる。メルボルンビーチサイドはサウスビーチズバリア島にある小さな地域である。別の生態としてあるメルボルンビーチと混同されることが多い。 クレーンクリークメルボルン氏は温暖湿潤気候すなわち欠片の気候区分では CF にある。メキシコ湾岸や大西洋岸南部の州と同様である。1年の8ヶ月以上は下市50度以上の平均気温であり、温帯から熱帯に移行する幅広い移行帯にある。年間日照時間は2900時間である。熱帯性の季節は2つあり、5月から10月は暑く。 湿度が高い。11月から4月は暖かく乾燥している。年間降水量は49インチあり、その多くは5月下旬から10月初旬の大流雷雨の時に降っている。2008年8月20日、熱帯低気圧平が18.21インチの雨を降らし、新記録となった。晩秋から春にかけては、そこそこからかなりの干ばつ状態になることがあり。 山火事が起こったり、取水制限が課されたりする。メルボルン国際空港にある国立速攻所では年2.9日の構想を観測するが、市内や大西洋岸では1日も霜が降りない都市が数年続くこともある。過去150年間で降雪あるいはにわか雪が観測されたことはない。メルボルンより南にあるフロリダ州環境保護省が メルボルン市と接するインディアン川ラグーンの汚染を減らすよう命令してきた。市域の約80%はこのラグーンの方向に排水している。市は窒素で4万4千ポンド用で1万3千ポンドの流出を減らす必要がある。洪水や嵐の警報が出ている場合には肥料の使用を禁じることで答えた。観光客歓迎看板2000年時点で 住民の90.39%が第一言語として英語を話し、4.69%がスペイン語、0.84%がフランス語、0.73%がドイツ語、0.55%がアラビア語を話していた。全体で9.60%は英語以外の言語を話していた。メルボルン市役所メルボルンの市政委員会は、 市長一人と六人の委員で構成されている。この市政委員会と市マネジャーを組み合わせた政府形態を採用している。市長及び市政委員の任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選されている。1998年にバブコック通り再開発地区を創設し、 バブコック通りのアメリカ国道1号線から百192号線の間の再開発を加速させている。2005年に218個のアパートが建設されたのが最新の動きである。オーガリー中心街のリバーフロント地区も再活性化しようとしている。このために2012年から2013年の会計年度では1億6530万ドルの予算が割り当てられた。二千七年、 市内に課税可能な資産は49億6000万ドルあった。2011年の調査で市コインの恩給基金率は190%と高かった。消防と警察のコインの恩給計画には低い率が望まれている。2009年市職員は上勤870人、パートタイム職員176人がいた。2010年市は 警官170人を雇用しており、そのうち140人は組合員だった。管理上の目的でパトロールを行う区域を10に分けている。2009年の調査では、犯罪統計で対象400都市のうちは悪い方から84位になっていた。犯罪には、殺人、強姦強盗、過重暴行、野党、自動車泥棒が含まれている。2009年、 ハロウィンの街頭パーティーは、中心街のレストランが公演し、推計で8000人来し1万人の客を集めたが、これで中心街は麻痺した。公衆安全の問題が解決するまで街頭パーティーは、規制されることになった。メルボルン国際空港が市の中心近くにある。市内には防衛産業があり、ハイテク労働者が集中している。下記の企業が市内で創業している。 2007年メルボールン市の平均労働力は39,391人だった。その中で37,708人は就職し、1,683人は失業中、失業率は4.3%だった。2008年、263個の住宅に対して259件の建設許可が降りた。2007年には320個に対して209件。 2006年には512個に対して329件だった。2007年住宅価格中央値は21万5000ドルだった。2005年5月、メルボルンタイタスビル、パームベイ地域は2003年から2004年の住宅価格上昇率で上位20欠に入っていた。2009年、雑誌、フォーブスは入手可能な住宅価格と通勤時間の短さで、 国内100の都市圏では18位、フロリダ州8の都市圏では第1位にこの都市圏を挙げた。市内には中心街事業地区が2つある。これはオーガリーとメルボルン漁師が合併した結果である。メルボルンスクエアはアメリカ国道192号線沿い、中心街の西にあり、ブレバード郡では最大のショッピング地域である。地域には4つの病院。 高齢者用デイケア、ホスピス、ウォークイン、緊急治療施設がある。ホームズ地域医療センター、ベストホーフ医療センターメルボルンキャンパス、キンドレッド病院があり、キンドレッドは休館を受け付けない。2011年5月にビエラ病院が開設された。市内にはゴルフコースが2つある。2009年から2010年には年間96,477人がプレーした。 収入は2207,502ベドルだった。この数字は2006年から低下している。2011年市は住民と非住民に対して1ラウンド27ドル、あるいは年間522ドルに値上げした。毎月あるフライデーフェストには3000人が集まり、55の屋台が出ている。歴史的主席。 ロセッターテグリーソンテロウシ定市内にはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている場所が3カ所ある。以下も歴史ある場所である博物館グループ会場1996年アトランタオリンピックでは聖火リレーの公式公演都市と,となった。フラグフットボールやアルティメイト・フリスビーの男女成人及び青年スポーツの催しがある。ブリバード動物園メルボルン市内には 17のコミュニティ公園、13の地区公園、5の小さな市民公園を含め総面積554.72エーカー以上の公園用地がある25歳以上の住民の88.5%は高校卒以上の学歴がある。同じく25.7%は大学卒以上である。公立学校はブレバード軍教育学区が運営している。 小学校は私立を含めて17校、中学校は同じく10校、高校は公立6校、私立5校がある。ラジオはメルボルンタイタスビルココアラジオ市場に入っている。テレビではオーランドテレビ市場に入っている。ケーブルテレビはブライトハウスネットワークスが提供している。幹線道路市内には総延長300マイルの道路がある。毎年5%。 15マイルを舗装している。2013年には半分を舗装できることになる。現在の南東部、旧市街の道路は南北方向の道路であるバブコック道路を向いており、そこから東と西に分けられる、同様にブレバードドライブから北と南に分けられている。鉄道歴史標識ユニオンサイプレスカンパニー鉄道が1900年代初期に メルボルン市南部を東西に走っていた。ホップキンスの工場長が現在のミル通りとメインストリートの近くにあった。フロリダ東海岸鉄道がメルボルン市内ではアメリカ国道1号線の西を南北に通っている。バス空港メルボルン国際空港メルボルン国際空港は市の最初の事業地区から北西に1.5マイルにある。アトランタにはデルタ航空とデルタコネクションで シャーロットには US Airways Express で毎日直行便が飛んでいる。メルボルン給水筒電力はフロリダ電力照明が供給している。ガスはフロリダシティガスが供給している。ケーブルテレビはブライトハウスネットワークスが提供している。昔からの地上電話は主に AT&T が提供し、ケーブル利用者はブライトハウスネットワークスのデジタル電話を利用している。 インターネットサービスは5 6ロビット、S のプロバイダーから AT&T ファストアクセス DSL、ブライトハウスネットワークスのケーブルインターネットまである。光ファイバーネットワークは主に企業用に使われ、家庭用には統合されていない。浄水道局はメルボルン市内ばかりでなく、周辺のメルボルンビーチ、インディアランティック、インディアンハーバービーチ、サテライトビーチ、パームショアーズ、 メルボルンビレッジ、さらにブレバード郡の一部にも浄水を供給している。浄水の卸売はウェストメルボルンに対して行われている。排水層面積は約100平方マイルに及んでいる。浄水処理場2箇所はワシントンこと深井戸から水を取り入れ、1日2500万ガロンの飲料水を処理している。この水はクロラミンとオゾンで処理される。2003年。 水処理費は、浄水で1000ガロンあたり2.27ドル、下水で1000ガロンあたり4.47ドルだった。生活ゴミの除去とリサイクルは、メルボルン市環境コミュニティアウトリーチ事業部の一部で、あるソリッドウェイストマネジメントが扱っている。ありがとうございます。